中年オタッキーです、なかなかね写真を撮る時間がないながらにも、頑張って撮ってきて撮り上がってきたんですけどもね、今日はこのカメラを紹介していきます。これねオリンパス 35S って書いてあるんですが、これいろんなバージョンが存在する、同じ名前でね。でこれはどうやらねオリンパス 35S2 2.8 というカメラになるようです。ほんとすごいね、調べててねどれなんだ一体みたいな感じのねカメラだったんですが、とりあえずはね紹介の動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今日紹介するこのオリンパス 35S2 多分なんですけど、あのオリンパスのサイトにはねこれと同じ形状のカメラが存在してなくて、これよりもう一つ古いオリンパス35の F3.5 っていうのがね紹介されてました。これ一応持ってることは持ってるんですけど、以前のりさんからいただいて持ってるんですけど、今回は、35S2 の方ですね。これは確か和孝さんからいただいたんじゃなかったかな、違ったかな、もうね、いただき物が多すぎて分かんなくなってきてるんですけどもね。で一応ねこのカメラ、1957年に発売されたみたいです。レンズは E 随行 4.8cmF2.8、当時の価格が 23,800 円だったということで、1957年ってことは昭和32年ぐらいで 23,800 円、結構な高級機だったんだと思いますね。で以前これより前のねカメラは成功者 MX のシャッターだったんですが、こいつはねどこにも何にも記載されてないんだな、もう省略されちゃったのかな、名前は書いてないですね。でシャッター速度はバルブから1秒2秒5秒10え、じゃあ1秒2分の1秒5分の1秒10分の1秒25分の1 50 100 250 500ということで、ちょっと分かりにくいシャッタースピードになっていますね。で絞りは開放 F 値が 2.8 で、最小絞りが22になっています。レンズは E 随行、4.8cmF2.8 ということで E 随行なのでおそらく5枚玉ですね。一番前のレンズはちょっと非球面レンズにも見えます。まあレンズシャッター式のレンジファインダーカメラ、普及カメラになりますね。で蓋を開けていきましょうか。やはりねスプロケットはね、この当時のカメラらしく削り出しになっておりますね。非常に高級感があるもの。ボディは全体的にダイキャスト製です。で、距離計連動式のレンジファインダーカメラになるんですが、どうやらこれね、狂ってるんですね。狂ってるんですよ。レンジファインダーが狂ってて、で、以前ね、オリンパス 35S をね、分解してね、失敗したんで、ちょっとね、今回はもう分解せずにね、もう、目測で撮ってきました。で、まあ、シャッタースピードはね、500、250では使いやすい速度でありまして、まあ、これはまあいいんじゃないかと。それ以下がね、100分の1、50分の1、25分の1とね、ちょっと変わるという古いスタイルになるんですね。なぜこれ、半分半分にしてくれなかったのかなって感じなんですが、まあ、250分の1が切れるんで、とりあえず ISO 100のフィルムで日中だと F8 が使えるんで、まあ、こんな感じでいいかなって思って撮ってきたんですけどね。まあ、ファインダーはね、最高式ブライトフレームの、ファインダーになってます。一応ね、で、パララックス補正はあるはずなんだけど、動かないな。動かないですね。まあ、もう距離計も狂っておりますね。で、巻き上げハンドルとかを見るとね、もうね、これ見えるかな、かぶせになってるんですね。これはもうね、コストダウンのね、時代ということで、もう、あからさまにこのコストダウンの跡が見て取れます。巻き上げハンドルはね、よっ、ちょっとピンってね、起き上がる、元気に起き上がる巻き上げハンドルがついています。よ よこんな感じでね、もうこんなとこ凝って作るんだったらもっとねコストかけて巻き上げハンドルを作り、
作ってほしかったところですけどもね。この後ろに書いてある感度表示ありますけども、ただこれは目安でして露出系は内蔵されておりません。まあ、完全にフルマニュアルの、カメラになりますね。まあ、この当時ね、露出系が搭載されているものは非常に少なくて、一応オリンパス3号ワイドだったかには装備されていたんですが、まあ、光の通知を測るだけという専用公式のね、これはもう何もついておりません。でね、今回ね、ケントメア100、まあ、完全に最後の1本ですけど、非常に使い慣れたフィルムが残っていたのでね、ケントメア100で、試写してきました。まあ、目測でね、頑張って撮ってきたんですけど、果たしていい随行 4.8 センチ、F2.8 の写りはいかにということで、ここからは作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどもね、これ、まあ、ケントメア100ということで、やや柔らかめの調子で映るフィルムなんですけどもね、非常に良い写りになっておりますね。このレンズがね、解像度が非常に高いものと思われます。まあ、柔らかさの調子には直接は関係ないですが、まあ、ご覧のようにね、恐ろしくで切れ味のあるレンズだと思いますね。とても吸入剤のフィルムで撮ったと思いません。で、レンズの状態そんなに良くないんですけどもね、このように逆光でも結構頑張ってますね。まあ、解像度は本当にね、キレッキレのバリバリでね、このように5枚玉。のレンズね、の良さがよく伺えます。枚数があまり大きくなるとね、逆に落ちるっていうね。で、これね、これはピントを外しておるみたいですね。目測ということで、どうしても開放になるとピント的には、苦しかったですね。まあ、ご覧のようにね、ある程度絞り込めた。まあ、屋外で撮った時は全部 F8 で撮ってるんですけどもね、十分絞った時の解像感は素晴らしいものになっていると思います。このレンズね、なかなかだと思いますね。今でも十分通用するんじゃないか。かなと思います。背景ボケも比較的綺麗になりますが、まあ F8 なんでこれはちょっと分かりにくいかなという感じなんですがね。でね、このカメラね、まあ人気は全然ないというかね、まあこれを狙って買うっていうのは結構難しいと思います。35S のね、初代の方がね、通常は出回っているんじゃないかなと思いますが、まあね、出会ったとしてもね、そんなに高い値段にはならないんじゃないかなと思いますね。ただね、これも距離計、レンジファインダーが壊れてずれてるんですけども、どうやらね、オリンパス 35S のレンジファインダーはずれやすいんじゃないかなと思いますね。で、以前分解してね、壊してしまったように、修正も結構難しいものになります。まあ、レンジファインダーがね、ずれていると分かったらちょっと敬遠するかなって流れになるかなと思いますね。まあちゃんとね、どんなカメラでも修理できる方なら、いいんですけども、私はね、ちょっとね、Q35S を分解して壊してしまったんで、こいつもね、ちょっと分解する勇気はないんで、とりあえず試写してからかなと。いう気持ちで今回ね、試写を優先させました。で、まあ、シャッタースピード屋外250分の1、屋内は25分の1で撮影したんですけど、こんな古いカメラにも関わらずね、シャッタースピードのズレはなかったんだと思いますね。結構ね、いい動きをしてくれました。もちろんこれはね、個体差によりますので、まあ、こんだけ古いカメラ、1957年ですからね、まあ、いったい50年。70年近く前か。ということになるんで、まあ、ダメになっているものの方が多いかもしれませんね。まあ、ジャンク箱とかに転がってて、まあ、ちゃんと動けば買ってきてもいいかなと思います。で、遮光モルトなんですがね、一応ここのね、この合わせ目に薄いゴムを貼った以外は何もしませんでしたが、もう一切光漏れがありませんでした。このカメラ結構遮光性は高いんじゃないかなと思いますね。普通はね、このフィルムの巻き取り側、ここから光が漏れる可能性が高いんでね、ちょっと心配してたんですけど、まあ漏れずにね、普通に撮れました。どうなってるんだろうな、これ。うまいこと作ってあるんだろうね。全然光が漏れずにちゃんと映っておりました。まあそんなわけでね、ちゃんと動けばかなり解像度の高いレンズとして楽しめるということで、まあ、
いいといえばいいんですけどね、相場的にもね、まあ合ってないようなものなんで、まあぼったくりの値段で売ってるような人もいりゃ500円ぐらいで売ってる人もいるだろうし、まあそこはね、安いものを見つけて購入すればいいんだと思いますが、まあデザインとしてはね、かなり平凡な、素朴なデザインになりまして、まあ別段かっこよくないというか、まあ普通というかそんな感じなんで、まあこのカメラをあえてね、選ぶって人が少ないのかもしれませんね。でも写りはもう抜群にいいです。これね、ピントが合ったところには本当に抜群に写りがいいよね。オリンパスのレンズでね。昭和32年ということもあって、もう白濁するレンズでもないですし、その辺は狙い目なんだと思います。安くレンジファインダーをやりたいっていう人には全然おすすめできるカメラなんだと思いますね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになってまいります。ここからはね、視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはサムライジャパンさんですね。お疲れ様です。2枚投稿です。もうこっちは一気に雪が降って真っ白になってしまいましたが、11月初旬の撮影です。1枚目ペンタックス K01 ミラーレス、レンズはフィルム時代の SMC M75-150F4 で撮影です。タイトルは冷たい雨が降った後。2枚目は、カメラ同じ、レンズは FA リミテッド 43mmF1.9 です。タイトルは恥ずかしいので隠しますということですね。で、作品なんですけど、1枚目はね、たっぷりの光の中、かなりね、いい雰囲気のいい写真になっております。まあレンズがレンズなんで若干ね、フレアになっておりますがね、後ろのね、ボケもね、玉ボケっていうか楕円形の玉ボケになってますが、美しくなっておりますね。で、2枚目の方なんですがね、もうどっかの絵本に出てくるような写真になっておりまして、光の使い方がうまいなーって思いますね。これもなかなか美しい作品になっております。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次はね、ケンタロウさんの投稿ですね。初めて投稿させていただきます。ケンタロウです。タイトルは当たるかなでお願いします。カメラはゾルキー1、レンズはインダスター22、フィルムはイルフォード XP2 です。いつも楽しみに視聴させていただいてます。これからもフィルムカメラ存続のため頑張っていただきたいと思います。微力ながら応援しておりますということですね。ありがとうございます。で、作品なんですけどね、これが面白いんですね。これ東京かどっかになるのかな、新宿ですね。新宿になるんですが、この大当たりの名所っていうのがね、ポツンとね、これシャッターついて宝くじ売り場なんですけどもね、ものすごく寂しい佇まいですね。これ普段は人通りあるのかな、まあ東京だからある程度あるんでしょうけど、まあここに人が並んでるところをちょっと見たい気もしました。まあ、あのポツンとボックスがね、宝くじ売り場のボックス、寂しい感じでいいと思います。はい、ケンタロウさん、ありがとうございます。ね、次がね、ヤマタクさんの作品で2枚ですね。中年オタッキーさん、こんばんは。ヤマタクです。だんだん寒くなってきましてね、紅葉ももう終わりですね。今回も2枚投稿です。ジャンク品として手に入れたミノルタのコンパクトカメラで初撮りしてきました。写りがとてもキリッとしてお気に入りです。タイトルは乱れ紅葉、カメラミノルタハイマッチック AFD、 レンズミノルタレンズ 38mmF2.8、コダックカラープラス200での撮影となっております。で、作品なんですけどもね、紅葉のね、なんかね、これはな、水が湧いてる井戸かなんかかな、それとも長寿屋なんかな、に紅葉が溜まっているところになりますね。光もたっぷりありますが、僕としてはもっとクローズアップした方が良かったんじゃないかなと思うところ、2枚目はほぼ狙い通りでいいと思いますが、これももうちょっとね、トリミングしても良かったんじゃないかな。ちょっと周りがうるさかった感じかな、こんな感じにした方がいいんじゃないかなと思うのは僕かな、僕だっかなと思いますが、まあ僕はね、個人的にそのクローズアップした写真が好きなんで、個人的な好みはある、すみません。山田さん、ありがとうございます。いい感じだと思いますね。次は小寺さんの作品で1枚です。中年オタッキーさんはいつも楽しく拝見しています。月が変わり、まずネガフィルムが現像上がってきたので投稿します。タイトル、秋の日差し、カメラ、オリンパス OM1、 フィルムコダックゴールド200、F 随行
ート S50mmF1.8 ということでお願いしますということなんですけど、こちらねカラーネガで撮影しておるんですがね、オリンパスのね F 随行のレンズの解像度の高さが伺える写真になっておりますね。これ200のフィルムでこの解像度、ボケも美しいぞと、なかなかハイレベルな作品になってます。光もいい感じで来てますね。色もねグラデーションになってて非常に美しいと思います。小寺さんありがとうございます。最後はキャラブキさんですね。こんばんは。気がついたら12月ですね。今回も2枚よろしくお願いします。1枚目タイトルキラキラ光る、カメラ富士 X プロ3、レンズ XF35mmF2。 2枚目タイトルクリスマスパーティー（括弧過去作です、カメラペンタックス SV、 レンズスーパータクマ 50mmF1.4、 フィルムコダックウルトラマックス400ということでね、はい、よろしくお願いしますということで、1枚目からなんですけどもね、これ光がたっぷりね、人工の光の中を映しております。色温度は非常に上がっておりますが、美しい作品になっておりますね。被写体のカメラはこれはどこのカメラだろうな、富士かな、わからないんですがね、モニターの、を映しているということで狙いはバッチリだと思いますね。で2枚目なんですけども、これはねパーティーの様子を撮っておられます。パーティーの食卓を撮っておられるんですが、ちょっと傾き方が不自然かなと思いますね。まあ、ボケをね、生かした撮り方というのもあるんですが、僕はこういう写真は比較的真上から狙ったりもするかな。まあ、これはこれでいいんでしょうけどね、斜めから光が入っているところは100点満点だと思います。光の使い方、キャラブキさんも上手ということで。まあね、今回もね、レベルが高い作品になっておりますが、ちょっと今タイトル画面が強いので、もう一回、ディフェンディングチャンピオンということで、タイトル画面この次も、今回も、更新ならずということですね。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は LP500S さんの俺のカメラですね。おたきさんこんばんは。いつも動画楽しみにしています。今回名機と言われるペンタックス 750Z を投稿します。2004年発売は、700万画素の 1.8 分の1型 CCD 搭載カメラです。ヤフオクで状態の良い備品を購入しました。購入の決め手はこのクラシカルなデザインとバリアングル液晶、700万画素なのに写りは最高です。こういうデザインのカメラまた発売してほしいです。作例はまた良いのが撮れたら投稿したいと思いますということで、このカメラなんですけどね、この当時結構ねバリアングルモニターが流行ってたみたいで、僕もクールピックス5600だっけ、持ってましたけど、いやバリアングルってちょっと驚きましたけどね、これはね非常にねあのデザインが古風ですね。後ろから見たらねバリバリ昔のコンデジっていう感じで、前から見たらねちょっとフィルムカメラっぽいデザインが、なかなか好感が持てますね。ただこの当時のねコンデジはねレスポンスが悪かったので、まあレスポンスが平気な人はまあおすすめかなって感じで、シャッターボタン押してねシャッター切れるまで1秒ぐらいかかったりするんですね。まあこのペンタックスはどうだったんでしょうね、またその辺もね投稿した時にでも、お伝えいただければと思います。はい、LP500S さんありがとうございます。ここからはねやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今回はねガメラさんの、どっちだろうな、やったやっちまったコーナー、おたきさんこんにちは。いつも動画楽しく拝見しております。今回はやったやっちまったコーナーに投稿させていただきます。よく行くカメラの北村でキャノン EOS 40D とキットレンズの EF-S1855F3.5 から 5.6IS を税込み3850円でゲットしました。ボディは外観は擦れ木沿いですが動作問題なし、レンズは後玉裏側にくっきりカビあり、かえって早速カビ除去に成功しました。プラスチックマウントの廉価レンズでもこのレンズはほぼバラさずにレンズ裏が清掃できるんですよ。また撮影した作品も投稿させていただきますということなんですけどもね、これね裏側のね1枚目を外すだけで結構カビが取れちゃうっていう、結構 EF レンズ以降にはねよくある行動ですけど、ここから
奥に行くのが怖いというね、フレキがあるんでね、でもその手前で、分解して清掃できるっていうレンズなんですけど、でもね 40D とね EFS1855 がねこんな値段になっちゃったんですね。とんでもない話ですが、 40D はね確かディジック3だったと思うんですけど、結構ねディジック3の発色が好きで、僕もね 40D ちょっと欲しいなと思ってます。安かったら買おうかなって感じですけど、 50D は持ってるんですけど、 50D はディジック4なんですね。まあ4も悪くはないんですけど、ディジック3の方がどっちかというと調子は好きかなーって感じですかね。このデジタルカメラね、古いデジタルカメラ、まあ、安くなってきているので、新しいのしか持ってなくて、古いのなんか別にいいやって人もね、安かったら一度狙ってみてはいいんじゃないかなと思います。まあ、できればフィルムカメラを使ってほしいですけどね。はい、今日のね、動画はこんな感じになってまいります。いかがだったでしょうか。まあ、これ、古いレンジファインダーカメラね、調子を崩しているカメラも多いですが、まあ、今回、使ったようにね、目測で撮るっていうのもあるです。ちゃんと距離計ね、刻んでありますんで、大体のピント合わせでね、F8 ぐらいまで絞れば、まあ、ピンボケはほとんど解消されるんでね、目測でも、全然いい写真撮れますんで、ぜひともね、チャレンジしていただければと思います。まあ、骨董品屋さんとかね、中古カメラ屋さんとかで、ね、ジャンクボックスの中に転がっててね、シャッターがちゃんと動けばね、買ってみて写真撮るっていうのもいいんじゃないでしょうか。もう本当にね、スズメの涙のようなお金で買えるカメラになっていきますので、まあ、その辺はおすすめにできると思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。次の動画はね、EOS1 にね、2470F4LISUSM っていうね、組み合わせでね、ローライレトロ80のフィルムを装填して、東京オフの時のスコープドックの撮影とか、あと他の撮影もね、いろいろやってますんで、その作品を紹介していこうと思います。さあ、オタッキーが東京でね、スコープドックをね、撮った写真、果たしてどんな写真になったのか、大した作品はないですが。まあ、こうご期待ということでね、次は次回の動画もお楽しみください。今日はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方ね、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。